題しますが、大阪府リボンジャパンチーム、梅田サックラインジャンキーズ、そして昨年の日本オープン優勝者、塚地宏之両者の戦いです。では行ってみましょう。準決勝バランスのバリエーションを
果たしてどちらか、ジャッジです。